さん、今回シンプルのプにしましょうか。シンプルのプにしましょう。まあ、このプっていうのはプライドのプもちょっと紐付けるというか。まあシンプルなんですよね。できないことを、できないからやるっていう。で、やってできるようになる。で、やってできるようになった人はできないことができるようになったっていう。生まれた瞬間、 日本語喋れる人いるんですかねまあ、これよく言うんですけど、え、生まれた瞬間、えっと、おはようございます。産んでくれてありがとうございます。みたいな言えたんですかみたいな。喋ることもできなかったわけじゃないですか。要は、できないことができるようになってるわけですよね。じゃあそれ、その、その、できないことができるようになったプロセスは何をしたんですかっていう。何をしたんですかと。何をしたんですかっていう。 こ,こんな当たり前のことすらね、みんななんか、おど大人子供の時できて大人になってできないっていうね、なんかよくわかんない現象ですよね。うん。なんか、そんなのやめとけよとかね、そんなの無理だよと。いや、やってみないとわかんないじゃないですか。やってみないとわかんないのに、そんなの無理だよ。うん。何なんなんすかね。<laughs> やってみないとわかんなくないですか。 うん、で、やってみるかやってみないかっていうのは、やりたいかやりたくないか。うん、要は、うん、それが必要が必要じゃないかとかね。うん、まあ、やりたいかやりたくないか。うん、じゃあネットビジネスやりたくない。じゃあいいんじゃないですか今の会社の給料のままで。まあ、ネットビジネスじゃなくて、じゃあ投資でいいんじゃないですか投資もやりたくない。でもお金欲しいです。うん、あんまりそういうちょっと、 そのね、コンビニでお金払いたくないけど金よこせああの、パンよこせみたいなね。そうなかなか難しいですね。<laughs> やらないけど成功したいみたいなね、うん。起業したくないけど社長になりたいみたいな。登記したくないけど社長になりたいってい。ね、<laughs> よくわかんないですね、うん。だから、まあ、すげえシンプルなんですよね。うん で、それが、まあ、な、なんすかね、できない理由って、なんかその、なんかプライドがあるんじゃないですかね。僕ができる理由って、プライドというか、なんすかね、常に自分が、あの、底辺だと、未だに僕は、あの、あの、こう、ガンガンできる理由って、いや、あなたより僕能力ないですよ、と。この動画を見てるあなたよりね、あなたですよ、あなた。あなたより僕能力ないんです。<laughs> ね。あなたより能力ないんですよ。 だからやるんですよ。やってるんですよ。悪いですか能力がない人が、能力がない人は、能力のないままで生きろって、あなたは言うんですかあなたは言うんですか能力がないやつは、能力がないまま生きろと、あなたは言うんですか指をさしますか能力がないんだから、お前は能力ないまま生きろって言うんですか言うんですかどうなんですかいいんです <laughs>。 ナイスです。<laughs> まあ単純に能力ないから、あなたより能力ないから、あなたよりやってるっていう。それだけですね。だからこれすげえシンプルなんですよね。うん。だから常に僕の考え方、マインドセットとしては、やっぱりその、あの、なんだろうな。これね、なんかその、僕はね、トラウマがあるんですよ。どういうトラウマかっていうとね。君よくこれで就職活動してるね、と。 君、アルバイトでもうち採用難しいよと言われたんですよ。面接官にね。君、アルバイトでもうち採用ちょっと難しいよって僕は面接官に言われたんですよ。トラウマですよ。トラウマ。でもね、そのトラウマを僕は乗ってます。トラウマにまたがって、じゃあ、やるしかねえみたいなね。<laughs> 俺は、バイトでも採用されない、底辺の男なんだやるしかないみたいなね。そのトラウマに僕はまたがって、ウヤーってやってるんですよ。<laughs> そう、トラウマ。だからね、あのトラウマはね、僕はね、僕の原動力ですね。だって、そう、あんまり言われなくないですかバイトでも採用難しいよって言われたことありますまあまあ、心に刺さりますよ。バイトでも採用してくれないんだ、みたいな。どんな、底辺の音だったんでしょうね。<laughs> どんだけ底辺だったんだよっていうね。だって、アルバイトっすよ。アルバイトも、 採用してくれないんですよ。じゃ、それをね、露骨に言われる。あんまさ、言われなくないですか露骨には。まあ別に言わなくてもいいわけじゃないですか。ね別に採用難しいよなんて言わなくてもいいわけじゃないですか。 あ、じゃあ、あの、後日、結果は後で報告します、つって、別のなんか、ね、アルバイトの人にね、あすいません、あの、面接の結果、採用となりますとかね、もしくは書類送っといて、みたいな。それでいいじゃないですか。わざわざ面と向かってね、君採用難しいよって言わなくてもいいのに言われたんですよ。それ刺さりますよ、心に。一生僕はね、使いますけどね、これね。そう。もう、もうなんだろうな、鮮明に覚えてますね。もう20年以上前の、20年、20年か 20年も経ったと思うんですけど、約20年。20年経ってないか ?22 ぐらいか ?21? まあ、まあ約20年ぐらいですか鮮明に覚えてますね。鮮明です。あの空気感ですね。あの面接のあの空気感とあの面接の場所とかね。もう鮮明に、濃く鮮明に覚えてますね。忘れないですね。あれ忘れた僕は忘れないですね、うん。時が経っても忘れない記憶です。心に刺さってますから。 だけど、それを僕はずっと使ってますよね。だからまあ逆に今、今思うとありがたいなと思いますね。やっぱ、あの時そういうふうに言ってくれなかったら、まあこういうね、ネタ、ネタ、ネタにも使えなかったし。うんう。でもね、あの、僕より能力ある人はやらないんで、能力がなくても稼げちゃうんですよね。<laughs> ラッキーですね。いってらっしゃい。